こんにちは、と申します。毎度おおきに。さて皆さん、ワザップというサイトをご存知でしょうか。このサイトはですね、誰でも自分で色々書くので、中にはこんな書き込みもあります。ガリガリ君、ガリガリ君美味しい、今食べてるの、いやメリーさんかといった意味のわからない書き込みもありつつ、中には結構ガセネタも多いんですよ。なので今回はそんなワザップから裏技なんかピックアップしまして、そのラグが本当にできるのかどうか試していこうかなと思います。さてまずはヒーローモードにやってまいりました。ヒーローモードでショートカット。こんにちは。簡単な裏技を紹介します。まずエリア3の2に行きます。次に最初のチェックポイントに行きます。そして飛行船のタコみたいなのに乗ります。そこに乗ってすぐスーパー着地をします。すると結果ショートカットができる。3の2か、ほとんど行ったことないな。行ってみよう。さて3の2やってまいりました。でまず最初のチェックポイントまで行くらしい。あ、ここや。はい、来ました。ほんで飛行船のタコみたいのに乗ってすぐにスーパー着地するらしい。ここに乗るってことで、乗ってすぐにスーパー着地を吐く。え？なんならちょっと戻りましたけど、もしやこのゴールの上まですっ飛ばせるみたいなことだとすれば、どこでスーパー着地使うのがいい。乗ってすぐスーパー着地、はい。ふっふっ、無理やんな。そういうこと言ってるんちゃうやんな。なんか調べたけどないわ。いや、なんかね、ここからこっちにジャンプして乗るっていう方法あった。例えばこう、これならちょっと、あ、壊れた。そもそもこの人が簡単な裏技って言ってんの嘘やん。あー無理か。これで左に弾き飛ばされたと同時に着地使えばゴール乗れるかなと思って、無理やったわ。いやマジわからんな、どういうことなんやろ。ちなみにネットに乗ってたんはこう、うん、失敗した。いや、なんかタイムアタックも見たんやけど、最速はやっぱこれなんや。こう、うん、これがネットに上がってた最速のタイムアタックのルート。この投稿者が言ってるショートカット多分違うんだ。これもし投稿者の言ってるショートカットできたら、マジで世界記録狙えると思う。さてお次はロビーにやってまいりました。4人のゲソパンプを見る方法。ゲソパンプ、バンプゲソバンプとは、試合で金表彰を3つ獲得したイカが勝利画面で横に並ぶと、イカ同士がグータッチをする現象。そのゲソバンプを4人、過去2組にさせる方法を発見。マジで1、プラベで自分を含めて8人集めます。2、味方のうち3人はスペシャルがナイスでもウルトラショットエナジースタンドの武器にします。あと1人は何でもいいです。3、4対4のガチ歩行します。4、手順2のスペシャルを持っている3人はスペシャルをため、残り1人はガチ歩行を持ちます。5、この時ガチ歩行持ちは1カウントだけ進め、残り時間が3分半になるまで待機します。6、スペシャルが溜まったらエナスタンを飲んでから、ナイスさまとウルトラショットの2人は敵をスペシャルで2キルしてください。この時スペシャルは何回使ってもいいです。エナスタ以外はアシストをキルにカウントしないでください。7、ここまで終わったらガチホコ持ちは一度水落ちをします。8、復帰後もう一度ガチホコ持ち関門突破します。9、ガチホコ割りを4人で行い爆発でワイプアウトを取ります。10、最初にガチホコを持った人と同じ人がノックアウトをします。11、その間にウルトラショットの人にジャンプをします。手順が長いです。頑張ってください。無理やわ。無理や、こんな長いん。結果2組のゲストバンプが見られる。これは大変や。ちょっとこれ協力者に手順説明するのも大変やで。これうわ、誕生日アピールしてる人いる。OK、 ほんなら7人来てもらったんでやってみよう。これちょっと難しいな。まずこれどうすればいいんやっけ。あ、でまず私ね、ナイス玉担当なんで、ナイス玉貯めます。でこのあのムーニーマンがね、こう矛を持って、カウント1だけ進んで残り3分半まで放置。でその間に私はスペシャルを貯めてですね、敵を2キルしないといけない。 OK、 1だけ進めて、まあまあ2でもいいでしょう。で2人キルする、はい、 OK、 2人キルした。あ、エナスタ飲まなあかん。忘れてた。ちょっとむずいて。まずエナスタ飲まなあかんね。キルする前にエナスタ飲むの忘れてたわ。あ、これ何、3分半までみんな待機するみたいな感じになってるの。どっちなんやろ、これ言葉的に分からんけど、3分半まで全員待機するんか、ホコだけ3分半まで待機するんか、どっちなんやろ。 OK、
で、エナスタ飲んでから2キルした。はい。ほんで次はホコは、水没するって。水没するやんな。はい。で次はホコ持ちの人はもう一回ホコ持って関門突破すると。はいはいはい。はい、関門突破した。ほんで次ガチホコの割りで全員ワイパーする。来て、敵来て、敵来て、来て来て来て、そう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 、来て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 、こっち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 、みんな分かってる？ほら、おい、来て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 、ほら来て、でワイパーするよ、ワイパーするよ、ワイパーするよ、なあ理解してる？あれ、何してんの？何してんねん、なあ。その間にエナスタの人はウルトラショットの人にジャンプするって。あ、ジャンプしてるわ、見えた見えた。あ、さあこれでどう、できる？だいぶグダグダやったけどいけるん、こんで。さあほんで、さあほんで、さあほんで、あー俺金曜賞3つあるよ。さあどう、で誰もせえへん誰もせえへんさあもうできるまでやろうこれはしゃあない、難しいもん。さあ貯めてエナスタを飲んでから敵を2キルする。オッケー、飲んだ。でオッケー、ここやな。え、なんじゃろ、一人矛の爆発で死んだやん、不良の事故やんエナスタちょうだい、エナスタ、はよはよせなしてねえ、はうわ腰グワなってるやん今。あ、一回水没するね。オッケーオッケーオッケー、水没する、ここ持って、はい、関門突破する。で、この時にワイプアウトを取ると。誰がワイプアウト取るの、え、なしの。いや、今回もグダグダやったわ、1回目と同じぐらいグダグダでした一組ぐらい見れるんちゃう、今回もさすがに。どう、さこい、いや、誰もせん誰もせん。さあ、3回目やこれ、いつ終わんの。いや、最悪のパターンはもうこれがガセやって永遠に終わらんっていうパターンだな全然あるから、そんなもん。はい、エナスタカモン2キルしました。もう一人はウルショでしました。ほんで位置進める。で残り3分半まで放置。はい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 。あ、私がキルしたことになっちゃった。さっきと初めてここでワイプアウト取れたぞ。どうなる。はい、ノックアウト。いや、さすがに今回はちゃんとやったよ、かなりちゃんとやったよ。パフォーマーも1個ね、ほら銀ですよ一個銀です。誰もせえへん誰もせえへんやん。さて、かなり作戦練りましたこれね、あのかなり複雑。最初2人キルしてたけど、あれを4人にしたり、ちょっとね、いろいろ変更加えてみた。私はですね、塗りポイントナンバーワンをつけないといけないんで、できるだけ塗らないといけないですね。 OK。で、これを2セット繰り返します。で、これぐらいの時間で矛持って位置進めると。で、ナイス玉でキルすると。で、これで合計4キルです。で、私はですね、塗りポイントナンバーワン欲しいんで、適当に塗ります。で、この爆発を、このね、エナジースタント担当の人がやります。早く待って。そう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 ！多分大丈夫ちゃうかな？さあ、どう？いや、これだいぶ考えたよ。さあ、金3つ。うわ、取れてん！塗りポイントナンバーワン、とどめナンバーワン取れてるけど、バトルナンバーワンが取れてない。なんで？あー、一人した！さて、さらに改良を加えました。今度こそいけるんちゃう。で、さっきスペシャルでキルするときに2回ともエナスタを飲んでたやん。あれね、1回でいいっぽい多分。さあ、エナスタくれます。で、1回目エナスタ飲んでからこれやんねんけど、2回目はね、エナスタいりません。で、ここでキルする。オッケー、これで合計4キル。これで自分はね、ひたすら塗ります。バトルナンバーワン、とどめ数ナンバーワン、塗りポイントナンバーワンを取れるはず、これで。さあ、矛は水没してる、いいよ。さあ、突破してる。で、ここの矛割りでキルするのは矛持ちの人です。よし、これで4キルがね、3人になるの。あ、全員か、全員4キルになるのかな。 OK、 これ飛ぶことによって、こうジャンプ先ナンバーワンもこの辺につきます。いけんちゃん、さすがに全員4キルやからね。さあ、君続いた。さあ、どう、いけんちゃ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 う。いや、せえへんのかい。あー、一人、このね、ウルトラショット役の人が、銀一個ついちゃってたらしい。なんかさっきのやつ、ジャンプ先ナンバーワンが溢れちゃってて、誰にもついてなかったです。
で、亀仙人さんにあと1個金つければいいから、亀仙人さん、まあ要はウルトラショット担当の人にすればこれで成功や。まずナイス玉の人とウルトラショットの人はスペシャルを貯める。亀仙人さんにもうこういう時に飛んどいてもいいよな。全然飛んどいてもいい。で、ナイス玉で切る。で、次のナイス玉切るはエナスタ飲みません。で、あとはね、亀仙人さんに適当に飛んどいたらいいと思うんだよな。はい、水没。3分半で水没ね。はい、突破。で、この爆発で敵を4人キルするのはホコ持ちの人やな。いいよ。オッケー。多分塗りポイントナンバーワンも取れたんちゃうかな。取れた。いけるぞ。さあ、どう。さあ、2人組でグータッチするのか。せえへんのかい。で、確かにさっきの全員金やったからこれでできへんかったらあかんねんけど、エモートは確かに揃えた方がいいかも。オッケー、じゃあエモートね、全員ハッピー1にしてもう一回やってみよう。これでできんかったらもう無理よ。2組見たことないからな、そもそもできへん可能性すらあるもん。さあ、これでファイナルアンサー。これでできへんかったらガセです。まあけど、こんだけ手順書いてくれててガセっちゅうことはまあないと思うねんけどな。てか、そもそももう手順改造しすぎて書いてある通りにはやってないな。思ったけど。さあ、いけんじゃん。さあ、どう。全員同じエモートにした。さあ、どうなる。さあ、来い、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 さあ、来い。これ高さが合ってないとね、やらんっていうのあったから、全員同じやったらいけるからね。さあ、どう。さあ、キンキンキンよ。さあ、どうなる。さあ、全員同じ妹からのやらへんのかい。まさかのガセでした。視聴者7人来てもろて、えらい大変やったね。ここまでやってガセなんはもういっちゃあかんから、ほんまに社会問題よ、もう。さて、お次はヒロモデにやってまいりました。何かすごい。ヒロモの小技です。裏捨てに行ってね、そうしたらまっすぐ行って回転する床があると思うので、その奥の長い回転する床からタコがいたところの紺の色の小さい足場があると思うので、そこに思い切ってジャンプすると結果乗れる。全く何言ってるかわからん。さて、まあとりあえず裏捨てやってきたんですけど、まっすぐ行ったら回転する床があると。どこやっけ。回転する床、回転する床。今んとこ床は全部ビタ止まり。回転してないよ。あー、これか。回転する床、これや。で、その奥の長い回転する床。あー、あれか。なるほど。あそこまで行けと。はい。あ、で、今、タコ倒しちゃったけど、ここにジャンプできるってこと？あ、こういうこと？え、嘘やん。え、え、嘘やん。ごめん。これだけ？タイトル、何かすごいわ。嘘やで。絶対。やっぱここやんな。いや、ごめん。まだ疑ってる俺は。そんなんワザップに書き込むはずないもん。ここにただ乗れるっていう裏技を書き込むはずない。絶対ちゃうと思う。さて、お次はタラポートの散歩にやってまいりました。ビーコンが埋まる。こんにちは。今回はビーコンが埋まる小技を紹介します。まず武器をビーコンがついている武器にします。1、目が飛び出ている金魚のところに行き、ルロがジャグレンし、池の森のスレンデがバカができるステージを選びます。個人的にはタランポートがおすすめ。右のカッコだけ、右のカッコだけやねん。左のカッコがあれへんねん。2、スルネケバグをします。3、スルネケならそこにビーコンを置くとビーコンが少し埋まります。米印、ヤグラスルネケバグのやり方に関しては YouTube でヤグラスルネケのやり方を調べてください。おまけ。そしてそのビーコンにイカ状態で飛ぶと、結果イカの体勢が変になる。なるほど。ヤグラのね、あのスルネケバグやったことあります。これタラポートでやったやつって、これ確か自分お蔵入りにしたんよな。なんかこの辺でスルネケるやつやったんやけど、このなんかちっこい壁でね、このスルネケるやつ確かオクラにしたんや。で、これタラポートでスルネケる方法何個かあんねんけど、ここまでヤグラ進めて、まずここの壁塗るやん。で、ここにイカ登り状態でこれ待機するとこうやって抜ける、うん、そうで抜けるやん。落ちんねんな。うん、落ちんねん。はい、ですり抜けます。はい、すり抜けました。すり抜けましたよ。で、ビーコン置く。ああ、すり抜け落ちちゃうんだこれな。これなんかあれやっけ、早く動きすぎて落ちんねんやっけ、なんかあんのよな。はい、でもビーコン置いちゃうか。はい、おわ、ビーコン埋まった。来ました、埋まりましたね。普通のビーコンがこれなんでだいぶ埋まってるよ。で、この埋まってるビーコンにイカ状態でジャンプするとイカの体勢が変になるらしい。いくよ。
で、そのままイカ状態ずっと押したまま押したままでどうなる？んぐんどんぐん一瞬やん。どういうことやねん。さてお次は天美術大学の散歩にやってまいりました。カーリングボムがクソうるさくなる。世界で一番犠牲者が多い航空事故、テネリフェ航空ジャンボ機衝突事故。やり方1、天美術大学の散歩に行く、過去ルールは何でもいい。2、中央近くの濡れない坂に行く。3、近くに2つの柱で固定されている柱があるので間に入る。4、カーリングボムを投げると結果うるさい。過去イヤホンまたはヘッドホンつけて音量最大にしてするのが推奨って何耳潰しに来とんねん推奨すな、そんなこと。はい、中央近くの濡れない坂に行く。あー、ここか。で、これやろ。で、ここの間にカーリングボム投げるとめっちゃうるさいってことらしい。いくよ。せーの、ほい。あぼぼ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 うるさ。オッケー、2個投げてみよう。あ、2個投げてもそんなに変わらんな。あー、そんな音変わらんな。あれ、なんか音の限界か、音の個数の限界を超えたか。2個投げてもそんな音変わらんな。ちょっとこれ4人でやったらどうなるのか気になる。やってみるかこれをみんなで投げろ。みんなで投げろ。みんなで赤みんな入れへん、俺店員オーバー感すごい。じゃあね、中入ろうよみんな。なあ、ほらもうなんかカーリングボム動いてへんもん。もうなんかよくわからなくなってて、なんでこの最弱じいちゃんはよそから投げてんのなあ。あ、来た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 、やっとこれ4人中入った。これはなしてねん、さっきから。これなんやこれ。ワイパーとした最後。なんでや。